ディズニーショーフォーカスミのマネージャーのエルグランさんからちょっとコメントをいただいてますので、はい、ちょっとご紹介をしたい、はい、いきたいと思います。あのフォーカスミのファンではない方も、いらっしゃると思いますが、方もですね今だけ日本代表を応援してくださいというコメントをですねいただいておりますね。まあ日本代表を背負っているとそういったようなあ力強いコメントをありがとうございます。皆さん期待されてらっしゃるでしょうからね、はい、そして番が進んでます。アジール番、ジャンナ番、ルル番、ノーチラス、ヘカリム、ルブランク番とスタートしてグラガスファーストピックからのシバーナ攻撃と取りましたね。ルブランターゲット番しましたね。しましたね。やはり CHF のミッドレーナーの方が一人で、というよりもまあジャングラーと連携して試合を破壊しましたからね、はい、その連かなり気をつけて今いるようなことが伺えますね。そしてヘカリも自身で番してシバナオと攻撃、シバナ昨日の、フォーカスミーの一勝のところで大きな貢献を果たしましたボンジー選手、はい、この流れを続けられるといいですね。なるほど。そしてマオカイとモルガナと CHF としてはトップレーナーマオカイが非常に短期のチャンピオンが多いですから、まあ、狙い通りという形がような気がしますね。そしてモルガナはこれはグラガス対策といったところを取り上げる意味合いがもしかしたらあるかもしれないですね、はいはい、さらにはモルガナのダークバインディングスネアからグラガスのウルトでピックアップするといったところを狙っているというのもあると思いますね。さあそしてレクサイシバと、まあ、少し CHF は短期な形になってきてますか。そうなってますね。一方でここで短期のチャンピオンがすでにチャンピオンがいてミッドレーンの選択はちょっと気になりますね。さらにはフォーカスミーとしては昨日成功した 2ATC 構成をここで見せているというのもありますし、さらにはかなり集団戦のところで活躍していたアスタロル選手のレクサイ、まあ、序盤から活躍していましたがそういったところをピックできて昨日の流れを引き継げるようなピックにはなっているのかなという感じがしますね、まあ、昨日のいいイメージをそのままといったところでしょうね。さあルシアンとオリアンナ、この CHF の AD キャリーの方、まあ、オセアニアを代表する AD キャリーの方のようなんですがここまでずっと芝をピックすることが非常に多かった、はい、そういうことを考えるとフォーカスミーはイタボン選手に芝を使わせた取り上げたということもあるかもしれないですね。そしてここでピックを変えてきてルシアンを、ピックしましたね。これに対してサポートをどうするのかあーナミディスエンゲージのところ、そしてレーニングの強さといったところを波で補おうというところがあるかもしれないですね。さあピック出揃いました。本当に本当に勝てば官軍のこの試合でディションフォーカスミさあどうなるでしょうかね。この構成改めてレボルさん見てどう見ますか。 CHF としては序盤のところルシアンの圧力、そして中盤はマオカイのピックアップ能力、それはモルガナと連携した動きですよね。そういったところもあって中盤のピックアップ、そしてレイトゲームではオリアンナの集団性の能力といったところがかなりバランスの取れた構成にはなっていると思います。一方のフォーカスミーとしては昨日の流れを引き継ぎつつもシバナのマジックダメージ、後期のマジックダメージといったところもありますから、ま、構成が AD に偏っているようには見えますがダメージのバランスは取れているのかなと。あ、取れていると。はい、比較、ただマジックダメージが弱いことは確かですけどね。オリアンナのようなバーストダメージがないですからね。ですからマオカイが単純にアーマーに積んでいくとシバナのレーニングのところで強化されていきますから、はい、そのちょっと相手には辛いような形になっていると思います。なるほど、なるほど。序盤の後期のレーニングのところで相手を圧倒していくことができれば中盤でイニシアチブ主導権を取って試合の展開を進めることができると思います。ですから中盤のところまでにかなり大きな有利を取るというのが狙いになっていると思いますね。レートゲームでそのまま推移していくとさすがに、バランスがいい、一応マジックダメージがあるとはいえこの魔王界に対処するのはなかなか難しくなっていく可能性は高いですからね。魔王界をじゃあ一つどう抑えていくのかも、まあ、注目ポイントのなると思いますね。芝野を使う凡人選手の一つの役割として相手にマジックレジストのアイテムを買わせるといったところもあるかもしれないですね、はい、相手にアーマーをスタックさせてしまうと芝と攻撃のダメージがかなり早い段階から通らなくなってしまいますからね、うん、
レーニングでかなり圧力をかけて相手にマジックレジストをかわせ、かわやがかったとしたら芝生のレーニングをより強化できますから、そこでは有利を取っていくといったことが求められていくと思いますね。さあ序盤の動きがまあ非常に重要ということですけどね。さあスワップの方はどうなりそうですか。そうですね、 CHF としてはボトレのマッチアップがあまり良くないんですよね。モルガナ VS 波だと波の方がレーニングのところかなり有利、ですからね。それを考えると、そしてトップのところでも、まあ、岡井柴野は、まあ、岡井序盤のところなんとかレーニングができると思うんですが、レベル4以降かなり辛い、レベル4、レベル6、うん、柴野がレベル6になってからはかなり辛いといったことを考えると、スワップをして、そして岡井はスワップが得意ですから、その2つを生かして、まあボットレーンの AD キャリーを育てつつも、マオカイとシバナのスワップ能力の差を生かしてマオカイに有利を取らせようということを選択すると思いますね。フォーカスにはそれに対して準備がしなければならないと思いますね。今大会非常にスワップゲーム多いですからね。かなり多いですね、まあ、特に HR は毎試合、スワップするほどですからね。さあそのあたりどうなっていくのか。ただ昨日は非常に調子良かったですからね。かなり調子良かったと思いますね。ミスといえるミスは正直僕見受けられなかったのかなと。ガンクの判断も非常に良かったですし、序盤のところレーニングでしっかりと圧力を作って有利を取って、あのタワーの交換する判断も正確でしたよね。そして集団戦が起こった時もフォーカスの合わせ方も非常に素晴らしかったですしね。一つフォーカスミーらしさが出てきたっていうコメントなんかもね、ありましたからね。僕もそう感じましたね、はい、さあそこあたりどうなっていくでしょうかね。さすがにちょっと緊張、今ちらっとカメラで一応後ろにマネージャーもしくはコーチ陣なんかが立っていらっしゃると思うんですけれども、最後に選手の肩をポンと叩いて、ステージから去るというシーンもありましたね。今緊張、まあどうですかね、緊張をほぐすためなのか、期待しているということなのか、まあ、気合を入れたのか、まあ、いずれにせよいい精神状態で試合に入るといいですね。 CHF メンバーも少し緊張してますね。セロス選手も、昨日までは笑顔があったんですけど、今日はさすがに緊張の面持ちですね。見ているこちら側としても緊張をしてくるような。フォーカスミはもちろん皆さん分かっている通り一つも落とせないというプレッシャーあるんですが、うん、CHF も一つも落とせないんですよね。トーナメントに出場するためには今2勝2敗で、トーナメントへ行くラインのところの3勝以上といったところでまだ届いていないと。それを考えると CHF はかなり集中して臨まなければならない、そういった状況に追い込まれていますね。さあお互い崖っぷちであるという。そうですね、ここで CHF が負けてしまうと本当に辛いと思います。もちろんフォーカスミーは同じことは言えるんですが、かなり緊張感のある試合になると思いますね、この試合は。さあどういったゲーム展開が、一つらしさというものが見たいなという気持ちがありますね。ありますから昨日見れましたからね、はい、それを今日も続けて見れると非常に嬉しいですね。今からむしろ今起きて今見るという方もね、たくさんいらっしゃると思います。まあ、のびのびやってくれなんていうねコメントもねありがたいですね。ありがたいですね、はい、さあ始まりました IWCI Day 3第2試合 CHF VS デトネーションフォーカスミーのゲーム見ていきましょう。ブルーサイドが CHF、 パープルサイドが、フォーカスミーとなっております。さあ入っていくのは CHF ですね。入っていく、やはりスワップを、ね、見据えた動きのような気がしますね。これでトップサイド側のジャングルに視界を取って2対1の状況を作るための準備をしていますね。ここで早めに、ジャングルの中にワードを置くことによってフォーカスミニがそのスワップを見据えて芝と波をトップレーンに送った際に素早く発見して、すぐさまレーンのポジションを移動するといったところが狙いになると思います。さらにはトップサイドのジャングルのにワードを置くことによってレッグサイドのスタート位置が CHF は分かりますよね。それを生かしてレッグサイドの
圧力といったところも一つ軽減しようという狙いがあると思いますね。あ、ただスワップは選択しませんか、CHF 通りますね。普通にボットレインへ通過、ワードに移りましたか。ギリギリ移ってないですかね、あの位置だと。移ったと思いますがね、ただピンは鳴ってなかったですね。一番下側だと確かあのラインだとギリギリ移らない可能性があるんですよね。ただフォーカス2位はグロンプをしっかりと勝ってますね。レクサイが、グロンプにスマイトを打って、レクサイそのまま青バフへ、そのまま、芝と波はグロンプを勝って経験的な有利を得ていますね。そして芝名はやはりスマイトを持っていることからもレベル2スタートを狙ってますね。相手の CHF 真岡山はレベル2スタートという形で、レベル2は確実にフォーカスミーが先行できますからね。そしてマッチアップ的にも有利ということを考えると、ここは一つボットレーンで、有利を取れるといいですが、ボットレーンやはりレベル2になったところですね。さあゾーニングをきっちり狙いに行く、できましたかね。できましたね、はい、基本的なことですけど、これやはり重要なことですか。重要だと思いますね。その経験的な有利をしっかりと生かして相手の CS を奪うというのは、そして主導権を握るというのは、序盤の今後の展開に関わってくると思いますね。それがしっかりと行われたことによると、まあ焦りといったものは見られないのかなという感じがしますね。そしてジャングラーはともに赤バフを飼っている現在となっておりますが、そしてグラガスの位置を見極めるためのワードを作っていますね。しっかりとその、レクサイがボットサイドからスタートしたことによって、この時間帯にレクサイのカバーがボットレーンにないと、ですから相手のジャングラーを気をつけるためのワードを受けている。しっかりとマップ全体の判断ができていますね。さあそしてグラガスはリコールに対して赤い選手、レクサイまだファーム続けますね。ゴールまで借りそうですね。借りそうですね。これは一つワードを買うためにまずこのボレも借りたいということがあるんですね。この後グラガスはすぐさま帰ったことによってワード一つも変えてない。このままレクサイが帰って、ね、マーケットを進化してワードとポーションを買うということになると思いますが、なるほど。さあブルースマイトからのワードポーションですね。さあ予想通りというか言われていた通りの、それでこのワードをどこに置くかですね。これでそのジャングラーというより序盤でチーム全体がどこを フォーカスしようというところが伺えると思います。狙いとしてはボットレーンかミッドレーン、いずれかになると思いますね。さあボットかミッド、なぜボットかミッドなんですか、ね、ボットのところはまずレーニングのところで有利が取れているということ、それを押し広げるためにワードで敵のジャングラーの圧力を排除することができますね。でそしてミッドはパースパイ的にオリアンナよりも攻撃の方が早いと、つまりこの後シェーンを買った後の攻撃はレーニングとかで有利が取りやすくなると思うんですが、ね、さあグラガスフラッシュインを使いました。パスを取っていく、さあ取っていきましたね。シューチューフグラガス、ここで刺さりましたね。ミッドのジャングルから通っていきましたね、グラガス。あの位置のワードではグラガスのガンクルートがしっかりと把握できなかった形でしたね。ちょっとワーディングのところでうまくいきませんでした。これ一つボットレーンの主導権を相手に奪われたという形になりますね。一方トップはしっかりとファームができています。なおかつ芝名がここからどんどん真岡を圧倒していくということが予想できますから、まだフォーカスミーとしては試合は終わっていないというところ、まだここで諦めてはいけないと考えを落とせる人はないと思いますね。さあトップレーンアスタル選手入ってますが、これはワードでバレていますね。さあミッドレーンでただすごいことになってますよ。セロス選手が 10CS 近く差をつけてますね。つけていますね。そしてこれはスタートアイテムがフラスク、全然まだフラスク使ってない、ポーションがまだ残ってますからね、はい、考えるとかなり狙い通りのレインがここはできそうです。できてますね。さあそしてグラガスの位置も発見ということですが、マナの有利も取れていますからね。ここで青バフに、フォーカスミーとしては圧力をかけたいですね。トップレーンのところで芝名がレーニングの有利を取っている、後期もマナのところでレーニングの有利ができている、レクサイとグラガスの序盤のところの少数戦の性能でいうとレクサイの方が僕は勝っていると思いますから、その3つを生かして青バフに圧力をかけて敵のオリアンナに青バフを取らせない、そしてそのままレーニングの有利をさらに広げようとする動きができると思いますね。なぜレクサイの方が上回っていると
そうですね、まあ、グラガスは性能的にその W の割合ダメージであったりといったところで、レイトゲームの方がダメージが出せるスキルセットになっているんですね。ベースダメージはそう、おっと、さあミッドレーンガンク、スリーマンガンク、いいですね。フラッシュアウトを選択したのはオリアンナ、一つミッドレーンで有利取りましたね。取りましたね。そしてグラガスはウルトがあってこそといった感じがしますね、はい、ウルトのベースダメージ非常に高いですからね。さらにはノックバックもあって、ディスエンゲージやエンゲージといったところができる。ただ6以前はそういったスキル、まあ、打ち上げと9のスローがありますが、ただレクサイのダメージ、ノックバックと、E のトゥルーダメージ、まあ、ゲージが溜まった際のトゥルーダメージを考えるとレクサイの方がこの時間帯では分があるのかなという感じがしますね。ただ6になると少し怖くなるというそうですね、6になると非常に怖くなると思いますね。相手の位置をずらすことができますからね、ポジショニングをずらしてそれを起点に逆襲するということがグラス可能になってきますからね。さあ6になる前に1つということでしたが、あブルーバフは選択肢にいかないようですね。スカットラを借りドラゴンですか。ブルーバフをやっていることが分かっているということですかね。そうと思いますね。ミッドレーナーが遠いじゃんドラゴンになりそうですか。気づいてないですか、CHF は。気づいてないかもしれないですね。いや、一応ワードは置いてあるのでスタート置いて、あボットレーナーがドラゴンによった動きは確認できると思いますね、はいはい、ボットのリバーのところにあります、はい、あ、ちょっとトップレーンがポーションが切れていたというところでサステインの差がここに出たのかなという感じがしますね。これちょっともったいないですね。早めに帰っていればポーションを補充できたと思いますが、ただここで大きな差が生まれるということはないと思いますね。トップのところで先にドラゴンを取ったことによって、テレポートのここで使ったとしてもあまり問題ないのかなと。オブジェクトに結びつくような失敗はまず起きないと思うので安心して、まあ、レイニングが続けられると思いますね。あファーストリコールシンターハークですか。大きいですね。これは非常に大きいと思いますね。これでできればトップ、ちょっと難しいですね。レクサイがどのレーンミッドは必ず圧力はかけ続けると思うんです。トップレーンとボットレーンどちらを選択するのかちょっと難しいのかなという感じがしますが、そしてこれはひょっとしたら鬼本ですか。鬼本あのありましたよね。ありました。 AP 後期が一時期流行りました。日本で流行った時がありましたけど、それを世界で見せようとフル AP ですね。これ多分決勝戦で見てくれました、見せてくれましたね、はい、それはセロス選手ではなくユタポン選手でしたが、鬼本、仮面上位なども積んでいってボイドスタッフと一つここどうでしょう、芝にダメージを出させるのがちょっと狙いになってかもしれないです。グラガスがボットレーンで狙っていますね。狙ってますね。ただこういったところで、ユタボン選手はあまりを無理しなかったのが LJL での特徴だったと思うんですが、さあどう捕まえるのか。さあショックウェーブが入っているボットレーンでの攻防になっているが、これはベイトになっている。フラッシュがないな。オリアンの分かりきっているか。ダメージを出してセロス選手のキル。今のはセロ選手オリアンナのウルトを誘っていたと思いますね。そのままミッドの CG3 人いますからね。ただグラガスの位置がちょっと、あウルトも吐いて、もうやはりファーストタワー渡せないという、このファーストタワー非常に重要ですからね。この後の展開でフォーカスミミッドのファーストタワーを取ったとしたら大きくスノーボールできる可能性が非常に高まりますからね。一方 CAT もそれが分かっているからこそウルトを使ってまでも守ってますね。そしてグラガスミッドで見えました。オンジン選手がこのままグロンプをスティールを続けられると非常にいいんですがね。あスマイトは使いましたね。スカットラスカットラのため使いましたね。でユタポン選手 CS を落としているもののここはこのレーンで大丈夫なんですか。はい大丈夫なんですね。なぜかというとナミ、おっとおっとただ前に出ていやナミが来てますよ。さあここでウルトを使っておきっちりモルガナのウルト返してボットにテレポートきました。サルウェーブただここユタポンダウンテレポートキャンセルしましたか。CHF、まあ、おっかいフラッシュ1からのスネア確実に決めてきます。スローを絡めてルシアにキルを渡したいところ。ただイグナイトを持っているが届かない、ね、ちょっと判断を間違えましたね。ユタボン選手特にカズ選手との連携がうまく今いきませんでしたね。カズ選手は帰るつもりだったという感じでしたからね。ただその代わりにトップのファーストパワーが取れるのであれば被害は一つ最小限に抑えられると思いますが、それを取りに行っているボンド選手とアスタロー選手
取れますね。取れますね。はい。でボットのファーストターンはまだ割れないとは思うんですが。ただルシンがいますよ。2ウェーブ目きます。サーカン選手が寄ってますが、折れますね。折れますね。まあ、逆にこれは交換する形になりましたが、キルがある分 CHS の方が一つ得したのかなという感じがしますね。これでちょっと右手のところで有利を取ったところが失われてしまった感はあり、ミッド狙いますか。あ、ワードありますね。ワードありますね。赤トリンケット、パルがあります。ありますね。さあそしてミッドファーストにも圧力をかけて、ショックウェーブは今度は食らってからの、ただタワーをきっちり持っているのは凡人選手、フラッシュアウトを選択したのはセロス選手で、今の動きによってミッドに、CHF は力を注ぎました。ボットのタワーを殴れる状況ですね。フォーカスミーとしてはかなり連動が取れていると思いますね。折れますね。この動き非常に素晴らしいですね、フォーカスミー、はい、これによって先ほどの2デッドですか、ちょっと帳消しになったと思いますね。グローバルゴールドのところで回復しましたからね。非常にうまいと思います。ミッドのタワーを削りつつも敵を引き寄せ、そして引き寄せている間に他のところフリーになっているところを芝がしっかりとつくと、素晴らしいローテーションだと思いますね。まあ狙い通りというですね。はい、狙い通りだと思いますね。ここからの展開、まあ、ボットレーンとトップレーンのオブジェクトともに取って、そしてボットレーンのオブジェクトがも取られているという状況ですけれども、まずはそのトップのところで芝名が非常に有利なレーニングが可能になっている状況だと思います。アイテム的にも、そしてマッチアップ的にも、そしてタワーが折れていることからも、このまま芝はかなり真岡に対して圧力をかけ続けるでしょう。それをフォーカスミーとしては生かしたいですね。このままトップサイドのジャングルの視界を奪いながら、真岡の CS を削りながらミッドに圧力をかける動きを続けられると、ミッドのファーストタワーはほぼ確実に折れると思います。ただここでドラゴンがもうすぐ湧くといったところで、どういう選択をするかはちょっと気になりますね。ファーストドラゴンを取っていることから、ドラゴンを捨てる判断をしてミッドのファーストタワーを狙うのか、もしくは CS の差を作るためにこうドラゴンは互いに触れずにイーブンのような形にするのか、それともドラゴンを取りに行くのか。さあそのドラゴンを準備したそうにしているのは CHF 側ですかね。ですかね。そしてフォーカスミーとしては、ただここにグラカスがいますからね。さあスタロス選手もトップサイド寄り、あ、ここに仕掛けていく、マオカイも寄ってる。グラガスのウルト、ちょっとアスタロス選手無理しすぎたか。ただここにボンジンがウルトで入ってくる。さあシバーナの AOE が非常にいいダメージが入ってるが、フラッシュインからグラガス1キル。さあここにオリアンナ、モルガナと寄っている。ボンジン逃げ切れるか。さあスネアがある。 CC に捕まるとどうしようもない。ウルトまで切ってるぞモルガナ。さあフラッシュはないため、ここはダウン。ミッドのファースターがこれ削れるといいんですがね。こうそうすれば2デッドをした価値はまだあると思いますね。さあ取りましたね。取りましたね。そしてそのままドラゴンに行けますか。相手のヘルスの状況もあまり良くないですから、ウルトもないことも考えると、いや、ボットにドラゴンではなくですか。いいですね。出ますか。いやただ無理はしないですね。 CHF はもうテクサイのウルトもありますからね。そしてオリアンナのウルトもないことを考えると、まだ戦うことは考えると思いますね。ドラゴンに圧力をかけているのは CHF 側、オリアンナのウルトはあります。さあドラゴンましたね。スティールを狙うような動き、ミッドレーンのウェブクリアも行っているのは CHF。 ただスカットラーのムーンスタップの効果はありますが、ここはドラゴンは諦めてミッドレーンへの CG を行っていますか。さあウルト発動。さあ仕掛けに行くぞ。どのように仕掛けていく。 CC があまりないが、アストロ選手が前に出る。タイタルウェーブから3人一気に打ち上がっているが、フラッシュアウトを選択しているのはモルガナ。ルシアンダメージ出そうというところ、バブルが入っている。シバナのウルトがあればエンゲージもっとうまくいったと思うんですが、先ほど逃げるところで使っていたというところでうまくいきませんでしたね。レクサイがタンク仕様にもちょっとまだ装備が整っていなかったところでフォーカスが合わされてしまって、すぐさま溶かされてしまいました。ただドラゴンが取れていたこと、ミッドファスターも折れていることを考えると、まあキル差は大きく開いてはいますが、フォーカスにはうまく試合を展開できていると思いますね。さあキルは確かに取られてますが、オブジェクトは取れているということなんですよね。そうですね。これ芝のウルトがあれば、このかなり育っている芝のを生かせたとは思うんですが、ちょっと、なかったですからね。
さあここで一旦ゲームが流れとしては止まりそうな形にはなってますが、なってますね。お互いの狙いというのはここから何かありますか。そうですね、フォーカス2としてはこのマップの有利はかなり取れ、マップのタワーすべてファスターを折れていることも考えるとマップの有利を取っていって、シバナとレクサイ、そしてここから取って非常に強い時間残って、さあウルトバラフラッシュ OK、スネアはスペルシールド、ここからの TP、 凡人が来る凡人が来る凡人が来る、さあ魔王界をフォーカスしている、ダークディバイニングはピッチリ避けてる、ここで 2V3 の集団戦、グラガスが寄ってるが波も寄ってる、一度ウルトで逃げることには成功、ルシアンも到達しました。さあミッドレーン、オリアンナも寄ってますが、後期も寄っているという状態になってます。さあタワーダイブを考えてもいるでしょうが、タワーを削りに行く動き、シェイテブ、いや CHF 側の圧力も凄まじいですね。凄まじいですね。夜判断をしましたか、コークとレクサイが持っている。さあ現在17分40秒、金額差はなんとありません、ほぼありません、ほぼありませんね。そしてこうなると、まあ、オブジェクトの差というのが一つ響いてくると思うんですが、それは CHF にとってですね、特にスカートドラゴンを渡す判断は非常に難しいと思いますので、無事に 取るための動きをしなければならない。それをフォーカスミーとしてはとがめることができれば、より差を大きく広げるチャンスになると思いますね。徐々にダメージが出始めましたね。そうですね、マジックレーション、ま、そのマジックペネトレーションアイテムはすでに2つあっていて、ブラッピングアンドもあっていて、ちょっと素材が揃ってる段階ですから、この後どういった装備にするのか気になりますが、どうでしょう、どこ行った装備しますかね。アビサルセプターですかね、いやそれとも帽子ですか。スケールといった点ではこう AP 後期はそこまでスケールが優れているわけではないですから、マジックペネトレーションのアイテムを積んでいくというのはよく見られるビルドだと思うんですが、オネロノミコにファーストアイテム行くかなと思ったら行きませんでしたからね。クールダウン 20% 欲しいと思うんですけれども、まあすでにこの装備のところで 20% ではあるとはいえですよ、鬼本モレラノミコンなるパッシブの方は結構強力だとは思うんですかね。マナリジェンのところも、はい、大きく上がりますからね。さあただ AD キャリーの差がやはり少しありますか。そうですね、1キル分、そして3アシスト分、 CS のところで22あるといったところで、そのまま1キルの差になってますね。あとはマオカイがグローリーを持って出ますね。ただしこれ柴名が自身のスキルで割合ヘルスへの割合ダメージがあることを考えると、この装備ではちょっと魔王界レーニングできないと思いますね。あ、確かに柴名が前に出てくると魔王界は逃げてますね、ジャングルの中。あ、波が捕まりそうですよ、大丈夫ですか。大丈夫ですね。いや危ない位置ではありますが、これは柴名の 1v1 の能力を生かすためにボットレーンのところにジャングルにワードを置きましたね。ただそれもしっかりと CHF 分かっていて、赤トリンケットも使ってジャングル内の仕掛けを潰していますね。はい、ピンクワードまで置きましたね。そしてそれをもう一度潰そうという動き、ここからは一つ芝穴で仕掛けるということですか。だと思いますね。さあ凡人選手で仕掛けるぞという動きをチーム全体で取っているのはフォーカスに、ユタポン選手一人でトップレーンでお金を集めているといった状態ですか。そういう感じかもしれないですね。さあ CHF どのように、そして次のサードドラゴンのとこまで残り50秒切りました。一旦リコールするタイミングにはなっていると思いますね。一旦リコール、あ、本当ですね。このドラゴン戦、はい、どちらが有利なんですか。やはりミッドファーストダウンを追っていることを考えると、フォーカスミーの方が有利だと思いますね。その有利をいかに生かすかですね。その有利も大きな有利ではないんですよね。かなり少しな有利、はい、そう大きな有利ではないので、その生かし方がなかなか難しいんですが、フォーカスミーはどういったその生かし方をするか確認したいですね。本当に少ししか有利がないと、はい、マップのコントロールのところで取り切れてるわけではないですからね。大きくマップのコントロール取り切れている、敵のジャングルの視界を制圧している、相手の動きを把握できるような感じができているのであれば大きな有利と言えるとは思うんですが、しっかりと CHF もそれが分かっていて、視界をどん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 フォーカスの視界を
取ってバッていきますからね、ワードどん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 破壊していきますから。さあ長のレクサイがスプリットプッシュをしていますね。瞬間になりそうですか。あさ確かに昨日もこういったシーンありましたね。ありましたね。さあそしてドラゴンを釣ってレクサイがトップレーン、そしてマオカイがテレポートが上がってトップレーンへの対応をしているといった状況か。お互いドラゴン戦に向けた意識を向けていますね。グラガスのウルトは非常に怖いですよ。怖いですね。陣形が完全にバラバラになってしまうことを考えるとなかなか。ただいいハラスのダメージ出てますか。はい、あ仮面上位いきましたね。なるほど、これはグラガスと魔王界対策ですね。この早い段階から見せてますね。そしてコントレーンのミニオンウェーブも非常にいい状態。そしてアスタロール選手はいまだにトップレーンサバーブルで捕まえた。当たりにはいかない、ダメージを削るだけ。いいですね、この動きいいですよ。素晴らしいと思いますね。さあ一度下がらせてからヘルスがボットのセカンドタワーへの圧力を CHF 受けてますからね。 ミニオンコントロールを生かして小さな有利を生かしてサードタワーをつなげますね。いいと思います。小さな有利は大きなチャンスへとつなげますね。ただいいですね、スマイトがグラガススティール待機してます。取れるか。アスターロール選手はトップレーンに未だにいますが、スマイトがあるんですね。あるんです、忘れがちですが、スマイトテレポートなんですよね。これひょっとするとスプリットプッシャーが2体います。いるということですか。はい、まあ決勝戦でユタボン選手がしていたことも考えると3人と言えるかもしれないです。はいはい。ただまあユタボン選手がまあ確かにそうですね。やってましたけどね、まあ、この試合ではちょっとそういったリスクのある動きはやらないと思いますね。アスタロー選手とボンニー選手この2枚のスプリットプッシュを生かして1対1のスプリットプッシュをすると思いますね。先ほどのミニオンの英語を食べたことによってアスタロー選手の存在が整うでしょうからね。さあここで仕掛けていくグラガスからワードを消していたところにショックウェーブを合わせて一瞬でやはり圧力は非常に強いですね。その隙を逃さない強さといったものを正直に持ってますね。さすぐさまミッドへプレッシャーかけますがここに対応していくのももう一つに早いですよ。さあただし後期のウェーブクリア能力の方が勝ってますがマナがないですね。あーもう一ウェーブ来そうですか。そしてブルーバフマナがないためにブルーバフに圧力をかけようというピンは出てます。さあこのブルーバフどうするのか。いやここを渡してでも3つのプッシュを返してリコールする時間を稼いだ方がいいですね。はいはいはい、これは一つ助かったと言えると思います。青バフはそこまで重要じゃないですね。この時間帯ミッドのファーストタワーの方が重要です。ここ判断 CHF 間違えましたね。ああなるほど、あのままプッシュされて青バフを取りに行けたいけどマナがなくてスキルが使えなくてミッドのファーストタワーが割られてしまうことの方が怖かったですね。ああただセロス選手リコールしてないですよ。いやただ CHF は青バフのスティールが怖くて青バフに行きましたからね。あーなるほど、先ほどの青バフへ行ってしまったことによって青バフをスティールされるかもしれない。シバナがいますからね。この恐怖があってミッドのファーストタワーに圧力をかけられない。ここは先ほどの選択ミスがここまでずっと続いてますね。でミッドに攻撃は間に合うと思います。さらにボンジン選手も確かにブルーバフスティールするよという動きを見せてましたから、はい、しっかりと CHF のミスを生かしてミッドのファーストタワーを守りましたね。これはまだわからないと、はい、一応ただ3000ゴールの差を有利を取られてしまっていることが一つ気がかりではありますね。オブジェクトの有利をしっかりと生かさないと素直に戦ってしまったらちょっと厳しいような状態になっていると思いますね。どういってただこの状態から有利を取っていきますか。やはり1対1のスプリットプッシュになると思いますね。今現状やっているこの形ですか、はい、芝がウェーブのコントロールをしつつここで一度ウェーブのコントロールを取ってそのままミッドに乗るような動きを見せて相手がボットのセカンドタワーを守りに行ったところをミッドを押し返すような形でできるといいですね。さあミッドレーンダイブがあるタイトルウェーブを張っているグラガス乗ると後期が狙われる。綺麗なダイブ CHF そのまま一気に1本目まで取ろうという動きグラガスもう一度ダイブしようという展開ですがここはテレポートでタワーを渡さない。その間にユタポンのスプリットプッシュがあるが嫌だなこのショックウェーブ綺麗に決まっているカズータダウン。さあセカンドタワー
グラグソがタンクして狙いに行くのはシーテク、ボットタワーを守るのはマオカイという形になっている。さあ集団戦はやらずして取りたいということが見えるんですが、インナータワーはダウン、そしてサードタワーにも襲いかかるのはシーテク。ここにウェーブクリア能力のあるチャンピオンがいない。さあ 4V2 タワー下だが、ここは前に出ることはできない。インヒビターが完全に不利になってしまった。ただここでセロス選手が湧いたところ、さあここどうなるか。ウルトラ仕掛けていくのはボンジですが、モレガナのウルトがあるぞ。さあルシアうまくゲート解除しながらのダメージを出しているが非常に怖いぞ。さあきっちり避けて引いてインヒビターは守りきることに成功しましたが、ミッドレーン切りタワー3本、これは痛いですね。シバナのダウン、ただシビルが生き残ったことでまだ一つは大丈夫だと思いますが、エンゲージ判断素晴らしかったですね。警戒していたと思うんですが、グラガスのウルトからのダークバインディング、モルガナのスネを食らってしまいましたね。ただボットのサードターンまである程度削るというところを一つ生かしたいと思いますね。テレポートの有利がないのは一つではありますが、サードタワー削れてますからね。今のところ逃げていたイタボン選手ウルトしか使っていないんですね。ヒールもフラッシュも残しているといったところは一つ朗報かもしれないですね。ただ3つのオブジェクトがないというのは一つ厳しいですね。ウェブのコントロール、特にサイドレーンのウェブのコントロールを生かしてミッドの圧力というのをかわしたいということはあるかもしれないですね。先ほどからちょっとイタポン選手にそれをかけました。バロンに圧力をかけるという動きをゲージ戦でしていたことをここでもやろうという感じですかね。ツースマイトを生かしてバロンに圧力をかけようということですかね。なんというかイタポン選手が AD キャリーというよりかはアサシンをやっているかのような立ち位置に、本当ですね、いますから。あ、ただウェーブだけクリアしてリコールしてますね。それを CHF は冷静に隠れて見ています。まあ、ドラゴンを取ろうということですか。これだけバロンに圧力を作っているわけですから、バロンを取りに行くという判断もできると思うんですが、フォーカスミン、いや、バロンじゃないですか。バロンに走ってますよ、走ってますよ。さあただドラゴンは取り終えた CHF、 そしてバロン開始、フォーカスミー、ただワードはある、テレポートが飛んでくる。さあバックバックバックというところですが、シビロ狙いに行くが、ここスペルシールド、ユタポンきっちりスペルシールド、そしてタイダルウェイで前に出ることができないが、ここにグラガスが出てくる。さあウルトからのショックウェーブでまずは波がダウン、そしてポンジもダウンした。グラガス、そしてタイダル前に出ていく、ルシアンをきっちりとがめていくのはセロス。2-1効果、マオガイはダウンしてます。ユタポンのキルですね。まだこれでインヒビターを取られることはなさそうですね。突風のバイクウェーブがあることを考えると、CHF は何かしらの動きを青バフしているぐらいですか。しっかり取っていたことに油断して、デワードができてませんでしたね。アイディアを見せていきましたね。見せていきましたね。ツースマイトという一つ圧力を生かそうとしてますね。こうなると CHF 側としてもバロンから進めざるを得ないような。こうなるとこのシバナのテレポートといったところが圧力になると思いますね。はい。さあボンジン選手、ただ装備は整いつつありますか。はい、かなり整っていると思いますね。そしてオリアンナもデスキャップ赤星、はい、ボイドスタッフかなり気をつけなければならないですね。そこからちょっとキャリー陣がオリアンナのルートを食らったり、そういったシーンが重要ありますからね。フォークただそのマオカイドグラスラスはサステインがあるんですよね。かなり高いサステイン。この2枚の壁の後ろにルシアンがいるといった形を常に作っています。グラガスのルートに気をつけてウェーブクリア、もう一つインターバー渡しますか。渡さんでもしてもいいと思いますね。ボットのサードカーを取れるか。いや TP 後ろに飛んでますよ。
さあ飛んでからのウルト、ルシアンを狙いに行くか、ブラックシールド、ここにタイトルウェーブ入ってますが、ルシアンはブラックシールドがあれば守れているウルトで横に広がりながらの展開にはなって、さあまだ0キル同士、一度マオカイが仕掛けますが、ここでマオカイのウルトが切れた。そしてグラガスのライフがローライフになっている。ただショックウェーブは2人決まっている。ここでルシアンが前に出てきますが、グラガスのウルト、アスタロールがダウン。さあ凡人はまだ耐えてはいるが、セロスがいい AOE ダメージを出している。グラガスは瀕死だが、なんかデッドはしていない。やはりインヒビターゲットしたのは CHF。オリアンナのウルトかなり強力でしたね。高級ダメージを出そうとしたところをしっかりと咎めてきました。おっと、さあここから、あーエタパン選手捕まりましたが、スネアに絡まって殴れなかったようですね。そしてバロンがありますね。ライフはまだまだありますが、一度バックしますね。そうですね、インヒビターを渡さないとボタンスペシャルショットを打たせるような状況になってきます。あー、捕まってしまったんですね。はい、押し上げようというところを捕まってしまったと。さあ現在33分というところ、5000ゴールド差が現在ついています。 CHF 側の方が5000ゴールド有利な展開、オブジェクト差は4本4本ということでないというところになりますか。かなり厳しい形になってますね。ボットレーンのウェーブのところのコントロールがこれうまくいってないというのは、一つバロンへの圧力をのフォーカス面が受ける形になってますから、ちょっと厳しいですよね。アストロ選手のウルトが上がってから処理しに行くということができると思います。それまではちょっとむやみにボットレーンに使うことは抑えた方がいいでしょうね。それを分かっているかのようにボットレーンに圧力をかけていくのを CHF。さあ5本目のオブジェクトをゲットしています。赤バフも、CPU 側が取れそうですか。取ってもフォーカスの側が少しマップ上では分からない。そうですね、ちょっと分からないですね、はい、さあここで2本目のトップ的なターンを渡す選択ですね。一応バロンの右側は置いてますから、相手がバロン開始した時に確認はできる状況になります。さあボットレーンウルトは上がってますが、これ穴がありますか。穴がありますかね、どこに。あー、そこにありますか。ただ終わってしまう可能性もありますが、ただボンディ選手もスマイター持ってますよ。さあグラガスが一度前に出て仕掛けようという展開ですが、さあ捕まっていたイタポン選手がまた捕まっていた。モルガナのスネアですね。ウルトも切られてますね。フラッシュインまでされましたか。はい、バナナウルトレクサイの意義があることを考えると、まだスキップの可能性が高いと思います。さあスティールできるか。さあスティールさせないと CHF 一旦やめてます。ただバロンのダメージが非常に痛そうだ。さあここにタイトルウェーブが入ってくる。残り2スリーというところ、狙っているのはボンジン。ボンジン狙っているぞ、狙っている、入って、いや取れなかった。スマイト打ったんですが、魔王界が取りました。さあここで一気に3キルゲットしたのは CHF。かなり辛いですね今の。魔法界が取ったことを考えると、かなり惜しいところまで行ったと思うんですが、いや、あと少しでしたかね。あと少しだったと思いますね。あ、グローリーフラッシュウルトからのスネアでしたね。さあキルが起こってますね。さあ2キルゲットしてるのは CHF。 さあテンションおかずみ、非常に辛い展開だ。 5V にネクサスタワーが残り2本、ボットレーンタワー生きていますが、もうネクサスタワーに仕掛けていくの CHF。 ショックウェーブがキルに決まって2人を絡め取る。ルシアンの2キルで勝利していくのは CHF になりそうです。さあネクサスが
まれて CHF の勝利となりました。喜んでます、選手は非常に喜んでます。悔しいですが、そうですね、はい、まあただなんというべきなんでしょうね、まあ、悔しいと一言で一言でいや表現しきれないですが、そう表現するしかないのかなという感じはしますね。まあただ残り1試合やりますから、はい、本日まだありますからね、5試合目ですか、気持ちを切り替えてですね、何か、頑張っていただけたらなと思います。はい、はい、さあ、それではですね、第3試合の準備が整うまで一旦失礼させていただきたいと思います。失礼いたします。